ウッドデッキ Q&A 前面道路リンチまで2メートルしかないけれど、そこにウッドデッキを作ってもいいですか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。2人で疑問にお答えします。前面道路やリンチから2メートル程度しか幅のないお客様のお庭でウッドデッキを取り付けた施工例はたくさんありますよね。ちょうど今見ていただいている写真のお宅がこのお隣、竹垣のお隣がもうリンチで、すぐにお庭がこう2メートルしかないというようなこう場所ですね。でここに普通は狭いので、ウッドデッキをちょっと作ったら狭いかなとか、あとサンルームを作ったら狭いかななんていうお話はよくご相談を受けるんですけれども、実際に2メートルしかないお庭を開けておくと、まあ、ただ土のもう状態ですともう草が生えてきてしまって、草取りだけでもその狭いから電動工具を使ったりいろいろ器具を使ったりするのが使いにくいんですね。ですからもう手取り除草するしかなくなっちゃって、まあ、それもあんまり取ったからってすっきりしませんから、やっぱりそこら辺もうこういう形でウッドデッキやサンルームにしてしまえばもうスキッと常にもう草も生えてこないし、お部屋感覚で使えますので、一番狭い庭の活用法としてはうまいと思います。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301 お電話お待ちしております。